おお、さすが赤化時計です。妖怪通販で買った甲斐がありましたよ。毎回言うなそれ。さあ、これは長花か。あれか、外に行かんといかんねやっけ。運河駅を、運河駅を解放した、おらんかったっけ。マジこの無駄な移動時間がめっちゃあるんよな。いや、まあ景色をお楽しみくださいってことなんやろうけど、無駄と言ってはいけないね。あ、運河行きよ、運河行きよ。でもう一、あ、そっか、ちょっと待って、あ、時計の調子どう、一回行こう。ワープでまっすぐ行けるわ。ランクアップ、ランクアップ。お、全部倒してきたな。試験は合格、これなら大丈夫だ。あ、そっか、この試験の一環で、あの、カンチの家に行ったんか。あとは任すな。お前の妖怪ウォッチを強化してやろう。やったね、ありがとう。さあ、一仕事やるか。ちょっと妖怪ウォッチを貸してみな。よし、これでランクアップ。ランク何倍やっけ。 C? C?今が D? これでワンランク上の妖怪たちが見えるようになったはずだ。妖怪ウォッチのランクが C ランクになった。よーし、ウォッチロック C が開くようになった。 C ランク妖怪が反応するようになった。そう、ウォッチロック C っていうのが多分人魚のところやないんかな。やりましたね、アイナちゃん。これでもっと多くの妖怪と友達になれますよ。うん、すっごく楽しみだね。Cランクへの挑戦、バッチリ解決。うぃす。さあ、これでとりあえず熊本村に戻りますか。お、ボーナスチャンス。うぃす。ひら、全然あたり減る。もらったにゃ。おぉ。うぃす。当たりなんや。ダメなんかと思った。殴られる側目線ってことね。はい、じゃあワープさせてください。けまもと村の一徳寺正面。あ、じゃあまあとりあえず、えでもこっちはこの先もう何もないんやっけ。あ、でも一徳寺から回っていけるんか。じゃあ行こうか。はい、ワープします。ここからなんか山やったよね。からかさお化け、けまもと村の木内山、どこや木内山。え、わからん、この先なんかな、それともあっちなんかな。いいよ、わからんけど一旦ちょっとこっち内側行ってみるね。あれか、あ、木内山あっちやね。ってことはこれは、あ、カッパだな。カッパんとこ来てなかったっけ。ふふふ、ここは私にお任せあれ。石化時計ルー。ここはもうすっと、イエーイ、溶けたよ石化。なんか落としてた。カッパの呪いが解け、元の姿に戻った。どうもカッパ。ふっ、いい買い物でした。石化溶ける、ほんとよく聞きますね。そんな便利なものが。うん、なんだお前ら、見かけない顔だな。お初にお目にかかるっす、カッパ先輩。私、ウィスパーと申します。以後、お見知りおきよっす。
なんでウィスパーは古典妖怪の前だといつもあんな感じになるにゃん。先輩、実はっすね、妖怪の世界はめちゃくちゃ縦社会なのか。でもジバニャンはそんな感じじゃないな。ウィスパーが体育会系なだけか。というわけなんすよ、一緒に来ていただけないっすか。喋り方があれやもんね。すごい丁寧な敬語ってわけじゃなく、体育会系の敬語って感じやもん。なんか、なるほどな、事情は分かったぜ。ねえカッパ、文明君を助けるために一緒に来てくれないかな。いいぜと言いたいところだが、一つ条件がある。なるほど、石化を解くためじゃなくて、石化解いた後にクエストが発生するわけね。俺と勝負しな、もし勝てたら力を貸してやるよ。あ、そういう感じ。でもバトルなら簡単じゃない。うん、カッパ先輩は強敵ですよ。アイナちゃん気をつけて。あ、強いん。さあ、正々堂々のガチンコバトルだ。かかってきやがれ。よし、やってやろうじゃねえか。え、なんかめっちゃ強くない？いや、でもそんなに体力減ってるわけじゃないのか。なんか数字が重なりすぎて4桁とかに見えたけど、気のせいか。さすがにそんなダメージはない。じゃあ合わせろ、結構時間かかるんですよね。やめていただきたい。 OK、 誰もやられんように頑張れ。結構弱いんやな、チクチク肉球。おっと、ちょっとデバフ取りすぎた。あー、 OK。 トゲニャンやられて、グレゴリー。え、ジミーで技を出そうと思ったらやっつけてた。ジミーよりレベル高いんやけどな、あの二人。まあでもやっつけた、やっつけた、よきよき。へっ、負けたぜ。約束通り、お前らに力を貸してやるよ。ありがとうカッパ。それじゃ俺たちの友情の証にこいつを渡しておくぜ。メダル、あざす。カッパと友達になった。これで、あと何体なんだ。お、妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。まだ木内山の方に行かんといかんのよね。困ったことがあればいつでも呼んでくれよな。待ってるぜ。あざす。まさかカッパ先輩とお友達になれるとは。ふー、感激ですね。発見カッパ、バッチリ解決。あと2体ぐらい、木内山とあの渚木んとこかな、洞窟。元祖八巻、あ、元祖と本家や。え、本家妖怪専用と元祖妖怪専用やん。ってことはこれ、え、これもしかしてさ、あれ、この私が今しよるやつが妖怪落ち真打ちやけん、この毎回アイテムの選択が出てくる感じ。もしかして妖怪ウォッチ元祖、妖怪ウォッチ本家、どっちかやったら、これ戦闘の後のアイテム選択なしで、ここはもちろん一つなのはわかるんやけど、他のアイテムの時もどっちか片方でバンって決められとんかな。わからん、どっちがどっちなんかよくわからんけど、元祖妖怪専用にしとこう。いや、本家かな。あ、本家にするわ。じゃあ、わからん、今後元祖ハチマキは手に入らんのかな。ま、手に入らなさそうやけどね、大体は。そういうの、イエーイ、当たり。続お邪魔道を手に入れた。んで、お、なんか光ってる。ミュージックカードやん。で、ちょ、木内山
何やったっけ。あ、カラカサお化けか。おお、またあったの。今日は何して遊ぼうか。今日は遊びに来たんじゃないの。実は文明くんを説得してほしくて。文明？懐かしい名前じゃな。お前さんどうして知っとるんじゃ。実はですね、懐かしの文明に会えるよというわけなんです。一緒に来ていただけますか。なるほど、事情は分かった。言ってあげたいところじゃが。なになに。カラカラカラ。にゃ、どうしたにゃ。近頃は呪いの力も弱まってきて、雨の日は動けるようになったんじゃが、カラカラカラ、すまん、限界じゃ。あ、うい、消えた。石化するんかと思ったら消えたんだけど。カラカサお化け。どうやら不完全な形で呪いが解けていて、雨の日だけは自由に動けるみたいですね。カラカサお化けさんを探しましょう。きっとこの近くにいるはずです。その場で石に戻るんじゃなくて、もともとその設置されとったというか、おった場所で石化に、ん？石に戻っとるってこと？カラカサお化けは石化してないんやと思ったけど、そういうことね。あ、違うわ。普通に解いとったわ。で、待って、なんかいろいろさ、妖怪たち増えたけんさ、ちょっと見直しとこや。引きこもり、え、普段めっちゃ上いい、カッパが強っカッパ強っ。ね、カッパにしようや。オッケーオッケー、これで全体的にパワーアップしたね。あ、オッケーっす。で、この辺りにおるんよね。どこにいるんだ。いやー、来ないでー。降りてくるんか。上がらせてください。上の方とかかな。てか漏れ像なんかめっちゃ戻っとったやん。あれか、多分あれなんやけど、てか登れる位置もマップで見てすっと分かるようにしてほしいんやけど。来ないでってでもこのツタを握った途端に全く追いかけてこなくなる。あそこに渡っていけたらいい感じか。これやね。で、あとずっと下に来ないで。ん、なんか箱がある。銀のこけしを手に入れた。あ、いたよ、こんなとこに。ふふふ、ここは私にお任せあれ。石化溶ける。じゃーん。溶けた、完全に。カラカサお化けの呪いが溶け、元の姿に戻った。おお、さすが石化溶けるです。妖怪通販で買った甲斐がありましたよ。毎回言うなそれ。カラカラカラ、おかげで助かったわい。感謝の印として我が輩のメダルをあげよう。ありがとう。やっぱ古典妖怪じゃみんな強いんかな。ウィスパーがあんだけヘコヘコするぐらいやし。よしよし。いいぞ、順調に封印が解かれていく。え、あれ封印されてるの誰なんやろ。文明のためなら力になるぞい。いつでも我が輩を呼び出してくれ。ありがとう。やりましたね、アイナちゃん、さすがです。発見、カラカサお化け、バッチリ解決。お見事。ちょっと一瞬で下まで降りたいんやけどな。あ、まあレベル自体も高いんか、その最近仲間になった子たちは。
必殺の秘伝書、真面目に生きる。必殺の秘伝書、必殺の秘伝書にするわ。そう、こういうあの選択のやつもさ、全部なんか片方に決まっとんかな。本家、元祖本家やったら真打ちや剣なんか選べるようになっとるみたいな。当たり。賊お邪魔道を手に入れた。